こんばんは。こんばんは。5月28日、今日は曇り空の一日でございましたが、今日も歌わせていただきます。まずリカさんの歌、うなはらのあはせ鏡を覗きおり、おのが中身の御霊腹へを、うなはらのあはせ鏡を覗きおり、おのが中身の御霊腹へを、目の前に現れることは自分の写し、自分の写し現れがこのうなはらに合わせ鏡となって現象しているのだと、それを覗いている、見ている、その自分のこの中身こそを御霊払え、払い、みそぎ払いしなくてはと、目の前に現れることは自分の写し、そしてとことのかしりに感謝と反省を乗せる朝であった。とことのかしり、従、言、言うと書いてとこと、とことのかしり、かしりとは神様に唱える言葉、まあ神様の名前ですね。神様を知るということ、カムシル、カシリ、トコト、十音のカシリ、アマテラスオホミカミ、お日様ですね。お日様を拝みつつ、アマテラスオホミカミという十個の音を、トコトのカシリを唱えつつ、その光によって自分の中身を浄化しようという歌でありました。いや、古神道の秘技ですね。分かる人には分かるさあ、私の歌です。雨し降る朝を思えば梅雨空に、日のありか探し、さあるを楽しむ。雨し降る朝を思えば梅雨日のありか探し、さあるを、アマテラスオホミ神様、お天道さん、楽しむ。ね、地球も他の惑星もね、太陽のほんのかけらのような分身でございます。お日様のあの大いなるエネルギーによってね、ずっと生かされてきているという、そういうことをまあ代々感覚で分かって伝えてきた遺伝子がね、この日の元の遺伝子、この昨日のリカさんの句じゃないですけど、遥かより次し、次々と次し御事を起
こさなば起こしていきましょうということですね。今日はな、ノリに脱気を巻いてですね、ノリ脱気いらみろや、あゆだらんばがもうダッキーの季節終わんさ。